これからのですね、事業計画で大事だと思っているのは、まずビジョンを持つという、計画を立てることが先行しちゃうと、非常にこう堅苦しいものがイメージと先行してしまいますので、本当のいい事業計画というのは、皆さんこんにちは、船井オンラインです。本日は価値向上支援本部アカウントパートナー室から南村さんにお越しいただきました。南村さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。新年が、まあ、明けまして、で、まあ、これから、まあ、新たに気持ち新たに、例えばこう経営計画を見直そうですとか、まあ、新たにこうこれまでなかなかこう作り込めてなかったものを作り始めようっていう経営者の方々も増えているのではないかなというふうに思います。ですので本日南村さんからそのような経営計画の立て方ですとか、そのポイントについて教えていただきます。ではまず早速にはなるんですけれども、この経営計画をそもそも立てる必要性ですとか、なぜ立てた方がいいのかっていうところについて教えていただけますでしょうか。経営計画を立てるというのは、一般的にですね、一般的によく言われるのが、こう数字を作って立てて、やることを決めて、その進捗管理をするというところが大事だと。組織で動きますので、誰が何をやるのか、どういうチェックをするのかというような整理のために事業計画っていうのは立てられるということが一般的に言われています。これはこれで当然大事なんですけども、これからのですね、事業計画で大事だと思っているのは、まずビジョンを持つということだと考えています。実はですね、このビジョンっていう言葉と計画という言葉がごちゃ混ぜになっていることがありまして、本当のいい事業計画というのは、最初にビジョンがあって、で、そのビジョンを実現するための計画という、その順番がとても大事だと思っております。ありがとうございます。この、立てる際のポイント、すごくたくさんいろいろあるとは思うんですけれども、特にこういったところに注意した方がいいのか、どういった点になりますでしょうか。計画の立て方自体はですね、それなりの中の YouTube 見ていただいたり、本見ていただいたりすると書かれていると思いますので、ここでお伝えしたいのはですね、このビジョンを持つということがとても大事だと。計画はチェックするためとかですね、一人一人の役割、組織の役割をしっかり整理するためとか、アクションプランとかタスクを整理するためという部分だけではなくて、計画自体がですね、一人でも多くの社員の方がワクワクするとか、主体的に動こうっていう、そのモチベーションの質が上がるような計画じゃないといけませんので、そのためには、先ほど申し上げましたビジョンが大事だということがすごくポイントになってくると思います。その計画とビジョンって何が違うのかっていうことをしっかりと明確にして、むしろですね、計画作りっていうのはちょっと後回しにしてですね、その計画のためのビジョンをしっかりと明確にすることが大事だと思います。計画というのは、俗に言うとその数字ですとか期限とかですね、タスクとかスケジュールとか、そのあたりの定量的なものが先行してきます。すると人間の中でこう、左脳が働きまして、これはこれでとてもいいことなんですけども、どうしてもですね、過去から現在の延長線上で思考が働きまして、どっちかというとこう、整理することは気持ちいいんですけども、なんかやることがバーッと増えたりですね、またこれでチェックされるのか、しんどいな、また、やることがどんどん増えて大変だな、みたいな、そういう重苦しい雰囲気になりがちです。ですので、計画っていうのは大事なことなんですが、これは定量的な部分です。一方でビジョンっていうのはですね、定性的な、どんな状態を目指すのかと、むしろそこに数字に寄っちゃうとですね、数字で全て解決できるということで、その具体的な目指すイメージっていう思考がストップします。右脳がストップしますという言い方でもいいと思うんですけども、ビジョンっていうのは定量的な部分じゃなくて、定性的な部分ですね。例えばですね、何のためにこの授業をするのかとか、その授業がもし、目指すところの目標が実現したら、どんな変化が起こるのか、そのあたりをですね、イメージすることがとても大事ですので、先ほどから申し上げてます、計画の前にビジョン、皆様の会社は5年後とか10年後どんな会社になっていたいのか、社員の人たちがどういう働き方をしていたいのか、もしくは事業がですねどういう分野で、それがお客様とかユーザーの方にどういうお役立ちになっているのか、そのあたりをですねしっかりと定性的にまとめることがどっちか大事だと思います。ですので計画は数字を中心にまとめる、ビジョンっていうのは言葉を中心にまとめ、文字でまとめてみるということが大事だと考えています。はい、ありがとうございます。すごく計画は定量的にというお話がありましたが、はい、この計画、事業計画というのはどれくらいのこう頻度で見直す必要があるんでしょうか。会社さんによれば中継という言い方をします。3年
がまあ一般的ですし、まあ3年やらずにですね、単年度毎年毎年正確にしっかり作るっていうケースもありますけど、だいたい1年もしくは3年の中期っていうことになると思います。はい。じゃあまあまさにこれから新しい年度を始めようとしているっていう、はい、その前に必ずこう見直してっていうようなスケジュール組を組んでいただけるといいかなというふうに思います。はい、これまでこう南原さんがいろいろと見られていて、したあの会社さんの中でこういうふうな計画立てをした企業さんはすごく良かったなですとか、はい、そういった事例ございますでしょうか。先ほど申し上げました計画を立てることが先行しちゃうと、まあ、数字とかタスクとかアクションプランとかスケジュールとかですね、非常にこう堅苦しいものが結構イメージと先行してしまいますので、まあ、それはそれ作るんですが、一回作る前にビジョンを描くということがとても大事だと思っております。お手伝いしている例でいきますと、まあ住宅リフォームの会社さんがいらっしゃいますと、まあ住宅リフォームというのは大体ですね、新築で家を買われたり、中古で買われて、まあお子様を育てられて、大体お子様がですね、巣立っていく、独立された後、まあ大体50歳代の後半から60歳の方がリフォームする方が多いんですけども、まあその場合ですね、リフォーム事業の計画を立てると。まあ何年でこれぐらいの売り上げ、利益を出す、拠点をどうする、社員数をどうする、そのためにどういう取り組みをする、どういう仕組みを作るっていう、いろんな計画は立てられるんですけども、その前にですね、住宅リフォームの事業を推進することで、3年後もしくは5年後ですね、どういう変化とか、どういう状態を目指すのかという定量的なビジョンを描くっていうことがとても大事です。このビジョンがしっかりあるかないかで、その計画自体がですね、全く違う景色になってくるということです。例えば住宅リフォームであれば、先ほど申し上げました、お子様が育った後のご夫婦もしくはその奥様の生活を、もうあの子育てにずっと翻弄されたりですね、共働きしているところであれば、共働きしながら子育てのことをしたり、家事をされたりしている奥様を、もっともっとですね、こう第二の人生として、もっと充実したものにすると。まあ、どう充実させたいのか、それを自分たちの事業を通じてどういうふうなこうお役立ち、もしくは変化を与えたいのか、そしてまたずっと増えていくお客様ですね、ストックのお客様に対してどういう継続的なアプローチをしてお客様にどう思われたいのかっていうところをしっかりと言葉にするということが大事なんですが、ついついですね、数字っていう計画数字っていうのは分かりやすすぎてですね、そこに入った瞬間にお題目だけになったり名目だけになったりしますので、その何のためにやるのかというところをしっかりと腹落ちさせるというところが、実は事業計画の充実度とか、まあ、事業計画を推進する上でのモチベーションの源泉になりますので、そのあたりをしっかりと明確に腹落ちさせる、言葉化するということが、まあ、定性面でまとめるビジョンということで、それが大事になってくると思います。ありがとうございます。はい、このお話の中で終始ありました、まあ、従業員の方々をやはりワクワクさせるっていうことが非常に重要かなというふうに思うんですが、はいはい、そのためにこの経営計画を従業員の方々にお伝えするときの注意点などございますでしょうか。はい。そうですね。まだ計画というのは先ほど申し上げましたように、数字ですとかスケジュールとかタスクとかですね、非常にわかりやすく最終的にアウトプットされますので、まあ、むしろですね、そこの部分をですね、強調して発表したり説明したりすると、わかりやすさにまだわかりやすさが乗っかってしまってですね、先ほど申し上げました、差のですね、何々しなければならないとか、この期限でまたチェックされるとか、達成しなかったらどうしよう、責任を取らされるとか、そういうですね、佐野のそういうこう、追い詰められたような雰囲気ばっかりが漂ってしまいますので、まあこれはこれで大事なんですけども、むしろですね、計画はまとめれば、お時間の配分でイメージするとですね、もう計画の発表は半分、もしくは3分の1ぐらいに抑えてですね、自分たちが何のためにこの事業をしているのか、その事業をする、続けることによって、どんな会社とか、どんなお客さんに、どういうお役立ちをして、どういう状態になっているのかというような、先ほど申し上げたビジョン、定性的なビジョンをしっかりと、まあ、イメージできるようなアウトプット、もしくはメンバーの皆さんの腹落ち、そして発表の時間も、むしろそちらの方を、しっかりと時間を取ってやるってことがとても大事だと思います。ありがとうございます、はい、本日はアカウントパートナー室の南原さんにお越しいただきまして、経営計画のポイントについてお話しいただきました。南原さん、誠にありがとうございました、はい、ありがとうございます。こちらのチャンネルでは内流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。